どうも、転売ヤー絶対許さないマンです、今回ですね、またしても転売ヤーがやってくれたと、ふざけんなよという動画になってます。で、何がね、まあその転売されてるかっていうところなんですが、タコピーの現在っていう、今は少年ジャンプラス、まあジャンプのアプリですわ。でめちゃくちゃ人気だし、めちゃくちゃ面白いね、作品があります。最新話14話というとこで、まあ14話なんだけど、もっとも社会現象並みに今人気になってきてる。もう1日で200万閲覧を普通に超えてくるし、コメントも5000以上ついてるし、でも1話あたりで言ったら平均400万閲覧ぐらいいってるんじゃないかなぐらい、もうめちゃくちゃ読まれてるっていう。まあ作品がありまして、まあ僕自身も超面白いと、まあ結構ね、まあ、うつ要素みたいなのもあって、読んで辛い部分もある。あの、家庭問題、まあ毒親みたいなの出てきたりとか、まあいじめの話とかね、まあほんとすごい、まあ辛いとこもあるんだけど、まあ思わず読んでしまう。そしてどんどん深みにはまっていく。面白い。続きが気になる考察要素もあるっていうのはね、まあこの作品で私も、まあハマりにはまって、まあ単行本も買わせていただいて、たと、で、まあ、この動画、まあ、こうやって取り上げる前もね、タコピー面白すぎたぞということで、まあ、2回ぐらいかな、まあ、動画も上げさせていただいた中で、まあ、こうやって転売が起きてしまってると、いう現状がありまして、まあ、今回その転売屋にぶち切れるね、動画になってます。まあ、主戦場はメルカリですね、アマゾンとか楽天さんとかはね、主要サイトはもう軒並み売り切れちゃってますね。もともと3月4日に上巻が発売されたんですけど、まあ最初バーッとすぐ売り切れて、で、重版がされて、で、また売り切れて、ね、今の状況で、また重版されると思うんですけど、で、メルカリで一時3000円とかで売られてたみたいですね。しかもそれ売れてしまってるっていうのはこの作品の人気すぎるところなんですが、売ってるやつら全員転売目的だろ、マジで。まあ、以前ね、私、ガンプラの転売問題についてということで、まあ、その転売屋がまさかの返品を開始したみたいな、ふざけ切ったね、まあ、ニュースというか、まあ、情報が流れてきた時があって、まあ、それで、まあ、かなり僕は憤る動画もあったし、まあ、転売屋、何がダメなのと、どこに問題があるのみたいな、そういう動画も出したことがあります。で、まあ、僕はその転売屋について語る時は、本当に許せないもんだから、まあ、結構怒りすぎちゃうというか、ちょっと感情が出すぎちゃってね、ちょっと動画としてこれ大丈夫なのかと、見てる人と怖くなっちゃうんじゃないかとか思うよ、まあ、あったんですが、まあ、前回そのガンプラ転売問題に関して話した時に、まあ、非常に多くのコメントをいただく中で、もっと怒っていいんだぞと、転売屋みたいなゴミクズに配慮するなみたいな、まあ、そういう厳しめのコメントもあって、まあ、本当、まあ、それだけ言わないとわからないんじゃないかとか、もっと言っていいぞっていう意見が結構大多数だったので、まあ、今回はね、本当もう僕もリミッターを外して、転売屋に思うこと全部言っていく、何が悪いのか、まあ、私が転売屋に説教するみたいな感じですわ。もう転売、まあ、今すぐ今やってるやつらとりあえずやめとけ、とりあえず出品中止しろ。ですが、まあ、本当もう僕は思うことを全て言っていきたいと思います。転売屋のやつら、俺そこで見てるやつらだよ、おい、転売屋。正座して最初から最後まで聞いとけ。一言一句聞き逃すな。ということで、まあ、入っていきたいなと思います。まあ、まず、まあ、この作品、今、まあ、2200円。まあ、今、もともと3000円とか売られてもいいですけど、今1200円とか、まあ、だいぶね、まあ、値はちょっと落ち着いてきます。まあ、でも倍額ぐらい売られてる。まあ、定価693円ですから、こちらの作品。で、まあ、少年ジャンプラスで連載されてるこの作品も、まあ、タクピーの現在もそうなんですが、まあ、これって、1話目ジャンプラスだと無料で読めるんですよ。無料で読めるということで、で、これタクピーの単行本が欲しいって言ってる人は、もうめちゃくちゃタコピーが好きなやつなんですね。めちゃくちゃタコピーが欲しいと。この先におまけページが4ページということで、まあ、少年ジャンプラスとも、まあ、リアルで言ったら4ページ分ぐらいしか違わないんですよ。まあ、あと紙で買おうとしてる人は、この紙のなんかね、なんていうの、ありがたみというか、まあ、実際持ってる、まあ、その感覚っていうのが、まあ、プラスされるかなっていうところなんですけど、もう本当に好きな人がいる中で、もう出品してるやつら、10中100転売目的ですよね、これ。まあ、読もうと思って読めるわけです。で、まあ、よくあるのが、例えば、少年ジャンプで連載されてる作品ね、まあ、なかなか無料で読めません。本当1話無料で読めるかどうかとかね。っていうとこで、まあ、僕は雑誌、まあ、少年ジャンプをね、電子で定期購読して、まあ、要は追うという感じでやって、まあ、好きな時には単行本も買うっていう感じで、まあ、やってるんですが、まあ、そういう人がね、単行本を買って読みます。で、まあ、今後読まないから売りますのはわかるんだよ、別に。でも、タコピーって、もう、読めるんだ、読もうと思ったら。ってことは、その、もう売って、
高額で売ってるやつらっていうのは買います、売ります、差額の収入得ます、小銭稼ぎのためにやってんじゃねえぞってところなんですよね。うん、まあ、小銭稼ぎとか関係なく、まあ、まずこのタコピー、例えばまあ1200円で買った人がいたとしましょう。うん、でまあもう今すぐ欲しいと、今すぐ欲しい人は本当メルカリとかで買う方がやっぱ早くなっちゃう。うん、で早くなって、まあ、だから実際売れてるんですが、まあ、こうやって1200円で買うと何がいけないかっていうことなんですけど、まあ、結局本来違うところに行くはずだったこの差額分が、その転売屋、そのふざけてきったね、まあ、読んでるタコピー読んでるか、おい、少なくとも読んだ上で売れよマジで。今すぐ売れよとか言ったけども、今すぐ出品中止してもらいたいんですが、まあ、まずそうやって買った人のせいで、まあ、一つ本来普通の価格でね、693円で買えた人が、まあ、店頭で買えなくなる。またその発送分、まあ、発送そんな10秒で来るわけないから、本屋に行った方が絶対早かったね。お前がその買ったせいで、お前がその小銭稼ぎとかその金稼ぎのために買ったせいで、その方が手に取るのが遅れてるんやって。うん、まずそれが一つ。うん、で、その上で、差額分が、まあ、本来だったら、その人が、例えば1200円、まあ、1500円で買ったとしましょう。うん、1500円で買った時に、本来だったらもう一冊買えたはずなんですよ。もう一冊違う漫画を買えた。まあ、それはタコピーの下巻かもしれないし、他の漫画かもしれないんだけど、まあ、そうやって素晴らしい作品に出会うチャンスを消してしまってるんですよ。そのふざけた転売屋によって。うん。で、まあ、これがやっぱすごい大きいとこで、まあ、他の作品に出会うっていう、その人自身の、まあ、チャンス。まあ、もうタコピーはとんでもなく面白いから、まあ、それ以上に面白い作品がなかなか難しいかもしれないんだけど、まあ、そういった素晴らしい作品に出会うチャンスを、まずその人積んでしまってるんです、転売屋っていうのは。うん。で、その上で、作者さんが売れて、もしかしたらその人はね、他のその転売屋の価格、転売屋に行ってる価格がその分他の漫画が売れるんだとしたら、そこにお金が行って連載が続くかもしれないし、作者さんが売ろうかもしれない。そういった金をお前らがむじり取っとるんじゃ、おい。ね、本来転売っていうのは、読み終わっていらなくなったものを売るんで、最初からね、売る目的で買うっていうのはね、あってはならないと思うから、やっぱなんとかそういうシステムをやっぱ作ってほしいよね、本当に。まあなんかまあ、100歩譲って、まあ、例えばタコピー、まあ、おまけ漫画どうしても読みたくて買いましたと、もう今すぐ読みたくて買いました、まあでも俺は一回もねそれで読み返したりはしないんだという人だったらね、うん、まあ売るのはまあ分からんでもないんだけど、それをね売却とかね、まあ、ましてや5倍とか売るのはおかしいよ、うん、本当に。でもまあ大半はもう転売目的売ってるやつだと思うけど、お前らマジふざけんなよ、おい。お前らのこと言ってんだよ。すいませんね、本当にいつ見てる視聴者さんとかマジちょっとびっくりしちゃうというか、まあ僕ね、基本ヘラヘラしてるから、うん。まあちょっとね、怖くなっちゃったかもしれない。その点ちょっとすいませんが、まあ、それだけ僕は許せないと思ってるし、うん。ね、本当に好きで欲しいと思ってる人が手に入らんとおかしくない？だって。タコピーってめちゃくちゃ人気だから、今すぐ、今いきなりハマる人だっているんですよ、多分。だって、どんどん読む人増えてんだから。例えば、この3月4日以降にハマった人が、単行本マジで欲しい、今すぐ欲しいと思ったら、メルカリで買うしかないんや、お前らのせいで。本当だったら本来書店に並んで買えるかもしれないのに。ありえないな、本当に。うん。本当にね、そんな金で食う飯うめえかとしか思うわ。そんな金でね、なんかやるのは楽しいの。うん。今すぐやめてください、本当に。今すぐやめてください、うん、あなたたちのせいで、うん、あなたたちによって苦しむ人もいるし、チャンスを逃した人もいるし、うん、どれだけ迷惑かかってんだよ、うん、まあ、ガンプラ転売問題の時もね、本当もう人なのか疑うというか、うん、常識のかけらもねえやつなんだなって思ってましたが、まあ、今回もねなんかタコピーめっちゃ高く売れるらしいぞと、うん、なんか面白半分でやってるやつもいると思う。だからマジで金稼ぎてみたいなやってる人はマジ許せないんだけど、とりあえずその面白半分で悪ふりだけでやってるやつらも言いますよ、やめろお前なんていうのもね、まあ、今回の動画になってます。うん、まあ今回まずタコピーでも下巻もだからね転売されると思いますよ。うん、なんとしても阻止したいね。うん、でもっと、まあ、もう気になる人も今予約しとくのがやっぱいいですわ。うん、予約しとくのがいいと思います。
で、まあ正直、転売ヤーから買うのもやめてほしい。まあこれはね、まあ難しい話で、今すぐ欲しい、今買いたいっていう人は、結局ね、本屋をこう回り回ってなかったら、もうメルカリとかアマゾンとか中古買うしかないんだよね、正直。うん、で、まあ、僕もその一日でも早く欲しいっていう気持ちはやっぱすごいわかる。やっぱすごいわかる人で、まあ、僕もね、もう正直オークションとかで買っちゃう時はある。まあその、転売ヤーの価格みたいなの買わないですよ。まあそういう先は僕もあらかじめ分かって予約しておいたりするから。なんだけど、そのやっぱ喉から手が出るほど欲しいのは分かるんだけど、そうやってお金がいってしまう、買ってしまうと、より調子つくんですよ。あ、これで稼げるなと、小遣い稼ぎだとかね、まあ、もっと高額で売られてる場合もあるし、もっと違うものも転売されてる、もっと、まあ、アニメグッズの転売とか、ほんとひどいよね、もう。3000円とか1万とかね、なんか何十万とか売られてるすぎる、する時あるから、まあ、買っちゃう気持ちは分かるんだけど、まあ、ちょっとね、一旦ちょっとストップしてほしい。正直、マジで本当そこはね、頼みます。やっぱ買う人がいるから、需要があるから転売ヤーどんどん広がってっちゃう。まあだからね、その本屋とか、そのまあ出版社さん、まあ今回レバー守衛士さんも、まあそうならないようにどんどん重版をかけようというところ、今急いでね、もうすごい勢いでかけてくださってると、で、今すぐにでも本屋に並ぶ勢いなんだと思いますけど、ちょっとマジで待ってほしいし、まあ転売ヤー、まあ、売れてしまってんですよ、話をって、メルカリとか見てもね。で、まあそれがやっぱさらに増える原因になって、で、まあ悪循環です、明らかに。で、どんどんだからその結局本当に欲しい人の元に届かなくなる。これ絶対おかしいからね。絶対おかしいし、サキさんにもね、1200円とか、サキさんにも1200円いくんならいいけど、還元されてないから、それ。謎の仲介手数料取られちゃってるからね。まあ、それは本当に許せないし、まあ、改めてね、転売ヤーゴミクズだなと思いました。でね、紀伊国屋書店の新宿本店コミック売り場のツイッターが、人の心がない高額転売から買うのはやめてほしいピーとね、なんかタコピーの口調で言ってくださってるみたいですが、まあ、こうやって優しい感じで言ってくれてるうちが花だよ、お前ら。おい。転売ヤーってなんかさ 何考えてんの、お前ら、マジで。考えようかな、その人のね、この気持ちを、作品が好きだっていう気持ちを利用してさ、人間の所業とは思えんねん、マジまあ、ひとまずね、今こうやって転売してる人が聞いてたら、まあ、絶対もうやめてるんだよ。これ、俺でやめてなかったら、マジ僕人間性疑うよ、本当に。まあ、やめてると思うし、まあ、改めてね、まあ、転売ってダメなんだなって、多分視聴者さんも多分思ってくれたんじゃないかなと思います。もしね、しそうになってる、まあちょっと面白半分でとか、ちょっと稼ぎそうとか言ってやる人いると思うんだけど、絶対止めてください。止めてください。まあ、もしそういう人がいたら無事入れますんで、僕は。ふざけんなよと。許さねえぞということを言いますんでね。まあやめていただければなと思います。まあでもね、本当、でもそれにしてもやっぱ、まあ、めちゃくちゃ人気ってことですよね。1話目とか無料で読める作品がこんだけちょっと高額で売られてても買われるっていうのが、やっぱそれだけ人気な証拠で、まあこれはね、こんだけ人気ってのは別に嬉しいんだけど、それが転売ヤーが売ってるってのも許せないっていうのも今回ね、話でした。まあね、マジでおもろいんで、ぜひね、気になった方、気になった方というか皆さんね、ここまで見た方、タコピー読んでみてください。まあきっとハマると思うし、まあ14話までしかないですので、まあまあ結構辛い話ではあるんで、やっぱりね。まあ、だけどやっぱ、まあ、動画を上げてても、やっぱそのすごい辛いんだけど、思わず全部読んじゃったとかね、まんまとハマっちゃいましたみたいな まあ、ありがたいコメントもいただいてますんで、これを機にぜひ読んでみてください。転売ヤー、お前ら、おい、タコピー買ってさ、出品中心したでしょ。出品まで中心して持ってんじゃん。読めよ、100回。いや、もっと1000回ぐらい読んで、これ。穴が開く、これ読んで。そしたら許すわ、ちょっとは。ということで、今回の動画は締めたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。またね、タコピーの現在、まあ、下巻、まあ、もうすぐ完結もクライマックス、まあ、完結も近づいてる、いよいよクライマックスだっていう話ですよね。まあ、またこうやってじゃないな、まあ、今度は楽しいというか悲しいのか分かんない、すごい辛い話かもしれないけど、まあ、感想動画とかね、あげるかと思いますし、それがね、僕自身いろんなアニメの感想ですが、ランキング、また漫画の紹介もやってますので、ぜひこれを機に、チャンネル登録だったり、高評価の方を押していただけたら嬉しいです。締めたいと思います。本当ですね、皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。転売はやめましょう。